3月末にさ、私が、あの、同期ののんちゃんと、温泉ご飯行って、温泉行ったっていうのをさ、もうみんな知り始めているじゃないですか。セイクゾリカシーとかメルチとか、会ったり、話すタイミングになると、え、でも、のぞみと温泉行ったんだって。って、結構詰められるじゃん。のぞみと温泉行ったんでしょ？誘ってくれなかったの、ふーんって。そう、メルチにも詰められて、リカシーにも詰められて、私はどうしようってなっちゃった。どうしようってなりました。でも、本当にガチでみんなに誘おうと思ったし、もし文章を書いたけど、その、一緒に行ける温泉の件が、期限が決まってたんですよ。ちょっと言い訳をさせてもらうと。そう、期限が決まってて、で、それで、すぐに行けるのが、のんちゃんだったっていうのもあるから、もし、紙一重のタイミングの差だったりもしたから、そういうこともあり、っていうね、話をメルチにもしリカシーにもしなんかすごい、すごい複雑な気持ちになった。4月でしたね。やばいよ。でもね、難しいよ。みんなと遊びたい。遊ぶの楽しいから。みんなと遊びたいしな。難しいね。仕方ない。仕方ないよ。でもみんなのこと好きだから。大丈夫。この愛は、本物だからね。楽しい。でもなんか、人数多くなるとさ、予定合わせるのが大変になるから、少人数で遊ぶのが、一番、サクッと遊べるっていうことを、同じは知ってしまいました。っていう言い訳もさせていただいておきます。